よせよこせ。ハローエブリワン。For example、麦わら海賊団の10人目になりたいです。はいおー、ごくすくすのゆうとさん。ということで、本日も毎日麦わら海賊団生活やっていこうと思うんですが、ここで皆さんに重大なお知らせがあります。私、この度、グラクロ王者決定戦トーナメント出れませんでした。まあ、メール来るかなと思ってずっと待ってたんですけど、まあ、トーナメントに、その、出場するための、なんか予選みたいなのも折ってたみたいですね。はい。ま、僕がこの予選に折ったっていうことは、まあ、このグラクロ内に僕のアカウントが、まあ、存在してないということになりますので、次は、グラクロ運営さんしっかり僕のこと見つけて、しっかり招待状送ってください。よろしくお願いします。ということで、前回の動画見てくださった方、ありがとうございました。不遇と言われるね、ハネキンをレベル100にして使ってみたので、まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで、チャンネル登録、1万人目指していますので、チャンネル登録まだの方、よろしくお願いいたします。ということで、今回のパではもう、周回パになります。グラクロ終わりました。もう考えることないです。札切るだけなんで。ということで、早速やっていきましょう。ということで、ホージーズお客、天下パ極めたら、もうグラクロじゃなくなった。はい、ということで、天下パですね。今日だけ、ちょっと首飾りと素材の問題で95レベルだったんですけど、リリアもレベル100にしてきました。63,887 まで闘牛ぶち上がりましたね。で、生命鉄壁でやっていこうと思います。そしてメジャー投球飯でいきたいと思います。それではやっていきまーす。感染入れまくるぞ。はい、お願いします。さあ、水着マーリン来たら回避飯の可能性が秋にしもならずなんで、オッケー。あれはついてないってことは、じゃあこれぶち込んで、ちょっと水着マーリンここでもう倒していきましょう。まあ、水着マーリン別に、ね、倒さなくてもいいんですよね。回避飯じゃない、オッケー。こっち水着周りに倒さないでもね、強いデバフだからいっぱい強ガチ周回パンやん。はい、オッケー。靴を出て殺しにやがれ。はいはい、じゃあまたここで感染入れて全体打って、リムルちょっと倒していきましょうか。はい、13万4000。18万。ありがとうございました。素晴らしい出だしです。とりあえず周回1完了。はい、お願いします。おいってなんだ、すげえパテ。太陽の神2か。まさか2かって笑う2か。さあ、これはどうしよっかな。ここからやっていこうか。や、いやでもね、多分ここにタルミエルついているよね。そうだよね。じゃあまあこれでやってって、リムル一回攻撃していきましょうか。これで、はい、オッケー。はい、まず18万8000。まあこれで倒せないのは分かってますよ。それは100も承知。ごっこオッケー。感染と、もこのね、デバフの2枚が来たらもうほぼ勝ちなんよ。この2枚が切れなくさえすればもう俺に負ける要素はないです。はい、と、じゃあ、これでもう一回感染入れて、全体入れて、ここをぶん殴っていきましょう。レッツゴー、感染パーリーナイ。最強だぜ、リリア。ありがとうございました。リタイアする、リタイアする。俺に任せろ、任せろ、頼む。リタイア選手権。よーし、勝った。はい、お願いします。はい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 、とりあえず上取れたら、上取れたら、多分ね、こいつにはタルミはついてないですね。はい、まあ、回避飯の可能性はあるんだけど、まあこんな感じでいきましょうか。 OKOK、 回避飯で感染全体入れので、次のターンキングがバリア張ってくるんで、そのためうてぇおい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 嘘だろこいつ。あ、キーなんとかですね。
まあ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 、最初の頃はエリーはねもう遅れ型なんで、最初の方は全然火力出ないんですよね。まあ、とりあえずどうしよっかな。あ、こいつにも新タルついてないならもうガンガン殴ってこ、これで OK。 はい、強っ。はい、 OK。 とりあえずあと2000いきます。はい、お願いします。頼むから上取らせて。あぶねえ。さあ、また回避飯の可能性がありますが、ここもこいつ取れたらもうほぼ勝ちなんだよな、マジで。あ、回避飯じゃなかった。え、これワンチャンこの全体で落とせんじゃね。いけ。おい、マジかよ。おい、マジかよ。はい、OK。 とりあえずラストいきたいと思います。はい、お願いします。さあ、似たようなパテで上取れた。でかすぎた現場。あ、リムルやっぱ感染嫌だから。そうだよね、タルミついてるよね。まあとりあえずこれでいっといて、一回ここもう殴っとこう。タルミついてもいいや。 OKOK。 139,000。これで次のターンにも確実にリムルさえターン。うわ、押せれば。もう相手嫌になるよね、ここまで来ると。あら、はい、これ全体入れて、で完成入れて、まあ闇メリ落としていいかな。はい、ナイスベルッチャー。ちょっと強すぎるのでもう一戦いきます。はい、お願いします。さあ、水着マーリン、これは楽しい戦いになりそうですね。多分回避飯、多分回避飯で新タルついてるので、いや、これはさっきの法則でいくとこれで落とせる。よしよしよし、回避飯でかい。さっきの法則でいくとね、これで倒せるはず。あ、無理かなこれ、さすがに。 OK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 。 158,000。 これでもうデバフ札で倒せますね。いやー、札がちょっと悪い。おっと、金札作ってきましたね。 OK。 まあとりあえずこれでマーリンは倒せたんで、あとはいい、ちょっと札整理していきましょうか。これででもこれ使わないし、もう捨てていいな。どん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 札整理していきましょう。これは、はい、必殺撃ってきます。 OK、 硬い。だ、硬った。まあまあまあ、そこ攻撃してくるよね。そうだよね。まあでもそうやったらきついよ、ちょっと。え、待って、あ、そっか、3ターン攻撃じゃないのか。じゃあもう こいつ倒せれば勝ちやん、俺の。はい、じゃあこれでいきましょう。レッツゴー、ピルスウルトラ。あ、勝った。強すぎー。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もう最近はね、もうスカジとかバルメロとかもうすっかり見なくなってしまってね、あのこの天カパマジで、ゴリゴリに強いので、あのぜひ皆さん使ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで、うーのドンストレス、Thank you。 ということで、グラクロトーナメント超楽しそうじゃない。あれ、なんかさ、見れるのかね、グラクロ内で。グラクロ内でさ、もし見れるんだったらミラー配信みたいのしたいよね、見ながらさ。前回のそれドラちゃんさんが企画してくださった、なんだっけ、あったじゃん、 YouTuber と超ベジータさんとラキさんがあの来てくださったあの試合、超ベジータさんとラキさんの試合マジで面白いからね、本当に本当に面白かったから、みんなもやっぱ見るだけでもやっぱ楽しいと思う。そういう札切りとかなんかそういうこと、心理戦みたいな、自分ではもう手の届かないところのにいる人たちや、ああいう人って使ってる金額もそうだし、強さもそうだし、札選びとかもそうだし、全てにおいてやっぱね、すごい人たちを見るのはね、楽しいですね、ああいうのはね。なんで、次回はクラクロウエさん、僕の動画見てると思うので、はい、
絶対見てないけど。グラクロ運営は絶対俺の動画見てない、うん、断言できる。俺はグラクロ運営に刺さってない気がする、全く。有料チャンネルではないもんね、このチャンネルは。有料チャンネルではないから刺さってない気がするけど、もし見てたら、もう次はさ、なんとか出してくださいよ、お願いしますよ。天の声さん、もういなくなっちゃったけど。ということで、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。おやすみ。